皆様こんにちは、アンバサダー J です。Jリーグサッカープライムゴール3ですね。続きですね。19節鹿島サッカースタジアムですね。ジュビロか、やべ、今回ちょっと山場だな。ジュビロはちょっと前回も相当強かったんですよね。まあでも1敗はできるからね、どっちしても。2敗してもあのセレッソに負けなければ最終戦でね、大丈夫っちゃ大丈夫だから。最終戦で勝ってば多分得失点差ではこっちが有利でしょうね。ナウキックオフ。よし、取ったよ、いきなり。ああ、ダメか。ちょっと。お、ゴンゴンゴン。タンスにゴン。そんなのあったのか。お、ナナミ。あっと、ちょい足んなかった。さあ、藤田。あ、これダメか。安定じゃんね。そうだね。あ、ちょっと待って、これ。スローインシュートのチャンスじゃないか、これ。スローインシュート。ダメか。さすがに。お、ちょ。よし。いや、来た。あー、ちょい危ない。必殺スローインシュート決まんなかったか。よし、レオナルドから黒崎。あーっと、ジャンピングボールしたけどダメだね、長谷川。いやー、チェイ本田。おー、キラッチ。いや、強えな、やっぱりな、ジュビラは。さあ、ナナミ。よし、レオナルド。おっ、誰もいない。サントス。おっと、よしよし、ホンダ。アイムホンダ。よし、取ったよ、黒崎。長谷川ヘッド。長谷川。エクセレント。打点高かったね、今。おお、なんだよ。よし、カット。おお、なんだ。カットしたと思ったら藤田に即カットされた。さあ、レオナルド。レオナルドから通ったよ、黒崎。おお、そう。そのディフェンスやるんだよね。さあ、ジョルジーニョ。おお、ちょっとダメ。いや、抜けたよ。あー、これやられた。あー、大丈夫。おお、ちょっと待って。危ない。さあ、レオナルドから黒崎。おお、ちょっと硬いね、しかし。よし、カッツ。おー、やべ。お
あ、オーバーヘッド。よし、取ったね。あ、これ絶対なるね、これ。もう決まりきったことのように。ちょっとなんか対策考えないとダメだな、あれ。さあ、あ、パスできなかった。ナナミ。いやあ。よし、ロナウド。よし、行ったね。ああ、レオナルドヘッド。さあ、レオナルド。よし、レアーター。おお、また後ろからボール取ってきた。お、ナナミ。ナナミとレオナルド。よーい。さあ、藤田。藤田と本田。よしよし、黒崎。オッケー、レオナルドか、今多分レオナルドだ。まあ、とりあえず2点先制しましたね、これで。まだあと5分あるか。これ長いな、本当に。よし、ジョルジーニョ。ジョルジーニョと藤田。さあ、黒崎。レオナルドヘッド。おお。ああいうの本当にレッドカード出ますからね、このゲーム。普通に。よし、黒崎。センタリングヘッド、オッケー、グレッショック。あ、これダメ。あ、取ったか。ジョルジーニョ、ジョルジーニョとナナミ。さあ、黒崎。おお、まただよ、長谷川。今度はなんだこれ、ちょっと待って。圧倒的じゃないか、我が軍は。圧倒的じゃないか。なんでこれ急にでもこんな決まりだしたんだろうね。この前まで全然点数決まんねえとかって言ってたのに。おい、いやいやいや、しかもなんか、おお、おっとっと、向こうなんか攻め単調ですよね、これね。オッケー、おい、よしよし。セルフセンタリングシュートしかしないよ、向こう。普通にあんなとこ、ズバッと振り抜けば点数決まるのにね。攻め単調だな、しかし今回。ああ、出ちゃった。
ほんとなんかあれだね、なんかムラがあるね、コンピューターの強さに。よし、カットカット、斧、よし、ジョルジーニョ、よし、通ったね、黒崎。よー、オッケー、ジャンピングボレー。あれ、おー、いいよいいよ、スキラッチ強引だね。ジョルジーニョ、ジョルジーニョから黒崎、あ、これダメだ、全然違う。さあ、ルーナとか黒崎、黒崎シュート、止めるよね、シュート、オッケー、オッケーじゃねえよ。さあ、ジョルジー、おっと、ジョルジーのセンターに行かなかった。おっと、おお、さあ来たぜ、5、よし、カット、よし、レナード、おっと、あ、スキラッチ来たね。よし、サントス、いや、一瞬ジャンピングボールみたいなのしたけどな、今。さあ、あっと取られた、オーバーヘッド、よしよし、いや、なんか予想に反して圧倒的じゃないか我が軍はっていう。4-0ですもんね。あ、抜かれた、よしよしなんか攻め単調なんだよな、なんか前回とかこんな単調な攻めじゃなかったと思うんだけど。おお、後ろから取ってきた、またよし、取ったよ、サントス。やった。さあ、おっと、抜いてきた、ゴン。それじゃ取られちゃうね。ドロスもよく支えてくれてる。よし、抜けたじゃん。うん、誰もいねえ、いやー、これやばい
あーっと、これ入っちゃう、入っちゃう。オッケーオッケー。ほんとなんかでも単調だなこれ、今回の攻め。またワンツーして、あの多分 B ボタン2回押してる判定になってるんだろうなこれ。よーし、カットカット。よー、ぶたぶね。よく弾いたな今の。ああいうシュートだと決まっちゃう可能性が高くなるんですよね。もうこっちもしょうがねって感じになるんだけど。あーった。おい、イエロー。お、なんか今今ゴンなんかイラついてボールパンパンとか叩いてたのに。今の何だったの？バグなのかな？さあ、レオナルド。いやー、届かねえな。さあ、石。いやー、ダメか。取んないね。おうおうおう。さあ、レオナルド。いやー、これ取んないんだよな、これ。ああ、抜かれた。セルフセンタリングシュート。取んねえか。いや、ちょっと待って、抜かれてる。いやー、これちょっと待って、オーバーヘッドだよ今。ちょっとキーパーどこ行ったの？なんか全然見えなくなったんだけど今。キーパーどこ行っちゃったんだよキーパーなんか知らない間にどっかに消えてったね今ね。すいません、彼女に言われましたんでみたいな感じで消えてったよ。さあ、本田。さあ、長谷川。あーっと、ヘッドしたかな今。なんか音が聞こえたな。このマークのせいで、マークっていうかあれの上のマークのせいで見えない、見えないですよね、あの。さあ、長谷川。ヘッドじゃねえや。あ、あれ今通ったと思ったけど。さあ、相馬のクリア。よし、石井のクリア。さあ、石井。あ
あっとさあサントス、おっとレオナルド、よしさすがはセンタリング、おお。さあレオナルド、いやさあ相馬のスローイン、あこれちょっと待って、あこれしっちゃうか、オッケー、長谷川のヘッド、サントスから長谷川、グレート、パーフェクリー、いや今のも綺麗なヘッドだったな、いやあれなんだろう、なんかヒールパスで相手にヒールパスしてなきゃしたの今、いやー抜けたい、抜いたい、抜いたい、オッケお、そう、またワンツーしたよ。もう。さあ、サントス。サントス。センタリング。レオナルド。レオナルドのジャンピングボレー。おっとっと。ジャンピングボレーレオナルド決まんないね、お全然動かない動かない、おまたまたワンツーしちゃったよ、これなんだろうこれ、いやオッケーオッケー、うん誰もね、いや抜かれたよスキャッチ、おーい、どこどこ、ボールが、ボールはどこだ、ボールはどこだ、あーいったー、よし、ジョルジーニ、よし打ったぜ黒崎、おさあもうすぐロスタイムですね、これはでもこっから逆転はさすがにされないからね、あっ痛い痛い、おっと痛い、ああちょっとよしよしよし、トイトイタンヤオ、
いやー、ハットトリック稼がですね。これだよね、これね、前半の4得点、後半だから守備硬かったんだけど、前半なんか知んないけど簡単に点数入ったな。これ時々あるんですけどね。前から少ないの、鹿島12536人、2万ぐらいは入ってるって。岩田終始ボールを支配するも決定力を欠く。ゴールキーパーディド、ディフェンダー勝谷、ファネンブルク、バウス、エンド、ディフェンダーミッドフィルダー吉田、服部、藤田、七海、いやそうそうたるメンバーですな。フォワード中山、スキラッチ、スキラッチイタリア代表とかな。我今回シュート9本、嘘でしょ、そんなもんしか打ってないの。レオナルド2発に長谷川3発か。いや9本、すげえな、9本で5得点取ってんの。でもさあ他球場の結果ですね。セレッソが1やら2、3、1で勝ってますね。清水が浦和に1-0で勝ってると。でマリノスが柏に2-0で勝って、平塚が広島に3-2で勝ってますね。名古屋が川崎に3-2で勝って、フリューゲスが1-0でガンバに勝ってると。さあ今日の星占い、恋愛運ですね。女の子にモテモテだ、カニ座。女の子に嫌われる、天秤座。こんなこれ当たった人いるのかな。でもな、プライムゴール占い絶対当たんないと思うけど、ていうかまずなんか当たれも何もこんな単純なことしか書いてないからね。さーて19節終わりましたね。いやもう本当にこれだから、この上位2チームが独走する形になっちゃうんだな、どうしてもな。広島、岩田、柏、もう柏あたりからだってもう負け起こしちゃってんじゃんこれ。もう5位から先が負け起こしてるってどういうことだよって話だな。ああもうつって長谷川がとうとう黒崎抜いてきたな。すごいですねこのトップ3。あ、アルシンドもでも黒崎並んできたね。まあとりあえず今回はこの辺りにしたいと思います。それでは皆様次回の動画でまたお会いしましょう。